さん、さようなら。俺にトライアングルホールドを決めるのか。よし、よし。じゃあ、小島です。今日はこの方、高瀬さんに来ていただきました。高瀬さん、よろしくお願いします。どうも小島さん、お待たせします。よろしくお願いします。ジョージ・クルーニーです。ということでスタートしていきたいんですが高瀬さん、実はこう見えて同い年タメでした。こう見えてってこう見えてこう。いや、もうてっきりね、あのやっぱりこう見た目と態度で先輩だったらいいな、先輩だろうなと思ったらタメでした。態度がでかいみたいな言わないでくださいよ。胸張ってなくても胸張ってますから。僕も最近大きい言われるんですけども、会った瞬間にすいませんって。いや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 。あれはちょっと腕見せてもらっていいですか。すごい、これだけ大きいコヒさんがちょっとちっちゃく見えますもんね。ということで、高瀬さんとスパーリングを、久しぶりにしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。きっかけでしょうか。全く覚えてないですね。そう、その間のことがちょっとね、濃すぎちゃってね。そうでも、あのゴールドジムで、寝技をちょっとやりましょうって言って、寝技に行こうとするんですけど、全くいけないんですよ。全くいけなくて、もうね、やばいっす。なんかいつものコシチャンネルのルールだと、1ラウンド目がキックボクシングルールで、2ラウンド目はゲストの方のに合わせたルールということなんです。今日はさすがにちょっと危険すぎる感じですかね。多分ね、ここちょっと硬いと、あとね、本気で落としに来る可能性がある。え、なんで分かったんですか。それね、ドッキリとかでごまかそうとする。それはね、ちょっともうその辺読んで、なんか寝技の講習みたいな、講習っていうか、なんかコシさんに寝技かけてみたいな。落とさないような感じで、はい、すぐタップしますけど、はい、すぐタップします。じゃあお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやー、面白いです。大きい。疲れました。午前中は疲れます。ありがとうございます。ありがとうございます。タカさん、また強いです。黒いマスク似合いますもんね、なんかね。怪しい人です、なんか。お願いします。この間、じゃあ、ちょっと話題になってるライジンで、朝倉未来選手が、ちょっとやられた。三角形ですか。あれってこう首締める。首締める。かけられたことあります？練習で。
ちょっと教わったぐらいなんですけど、そのスパーリングでかけられたことないですか。でもね、僕あの何だったかな、小山俊子さんから、はい、教わったのは教わったんですよ、はい、でスパーでやって、はい、決めたことはあるんです。おお、ね、お試しでやって、すごい。それはね、コーヒーは足使った方がいい。ああ、コーヒーさんね、振動神経抜群なんで、多分ちゃんと準備して総合をやってたら、ちゃんと準備して半年しかしない絶対いいと思ったと思うんですよね、うん、確かに高瀬さんに習いたかったですね。確かに、うん、コーヒーさんも習いたかった。変なところでクロスしてるんですけどね、僕たち。まあね、見た目怖いからあんまり近づけなかったですよね。よく本当にご縁はありますよね。そうですね、はい、確かに。おかげさまで渋谷でこう歩いてたら、もうすぐ高瀬さんが来た、分かって挨拶しなきゃいけないなと思って挨拶したら、おおっていう。そう、逆小石さんが歩いてて俺が見つかる。小石さんっつって、話作らない。なんで俺もなんか兄貴分みたいな。何か動画どうしたって、なんか俺はなんかそういうキャラに仕立て上げようとしてる。そうそうそう、本当に違うでしょ。俺がおいさんって言ったら、そうそうそう、高瀬さんって全然違うじゃないですか、話が。もう、はい、ちょっと 寝ますね。あ、はい、もうちょっと膝ついていただいて、膝を囲うですね、はい、そうで長谷川選手が、はい、まあ、投げる、そうです。で、こっちで殴ろうとしたんですよ。こっちでは、そうそうそう。で、その前に結構肘、うん、クレベルの肘が効いてて、うん、結構朝倉選手ダメージがあったんですね。で、それを、うんうんうん、で この手を持って、ね、本当一般的な三角なんですよ、うん、こういう感じで、うん、こういう、うん、うん、そうそうそう。で、ポペカーポペカー、うん、うん、おーっていう。ほうほうほう。はいはいはい。待てよ、こうなってます。はい。で、これどうするんですか、これ。え、これ殴ろうとした。殴ろうとした。リスト掴まれた。はいはいはい。で、肘、うん、そうです。足で押さえられてる。押さえられてる、うん。こっちを引く、はいはい、右足を、この、これを、うん、おお、こういう感じ。そうそう。で、こうなる。で、足の力で畳み込む、うん、そうす、これで、小石さんさようなら っていう、はあはあ、これもしですよ、はい、じゃあこうなりました、はい、締めてきました、はい、こうなったらもう逃げれないですか。これもうここまで入ったら絶対逃げれないです。あ、逃げれない、あ、絶対逃げれないです。ってことは、こうなる前のどこで見えますか、こうなる。これはまず脇を絶対開けない。開けない、こう。そう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 。ほう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 。で、手も、この、例えばこれ、うん、これはトラフィックムサイフっていう選手と、ライジンの、うん、サトシソウザでやった時は、こういう感じだったんです。うん、手が入ったまま、うん、こういう感じで入ったんですよ、うんうんうん。で、もうちょっとこうやって前に引いて、うんうん、で、これ入ってない。ああ、入った。そう。入ってても、大丈夫ですか。今指で、ごめんなさい、拳でね、ごめんなさい。入ってても決まる。入ってても来ますね。来ます。でもそれを、マサイフ選手は反応がちょっと遅かったんです。うん、もし、うん、これをもうちょっと手を、うん、もっと奥に入れてたら、うん、こうやって。うん、お、怖い、怖い。そしたら、でも、うん、ほら、入るんですよ。はいはいはい。ここまでは入るけど。うん、でも気をつけなきゃいけないのは、うんうんうん、これ十字、十字、十字、はい、はい、うん、なるほど、ちょっと痛かったけど、すいません、申し訳ない、はい、はい、なるほど、そうなんですよ、だから三角締めっていうのは、あ、防ぐにはもう、じゃあ朝倉君がね、こうもしこう教えたら、さっきみたいに。そうそう、なりました。リフティングもとします、うん、これをこう、まず手首を掴ませないと、まずもうこれを離しちゃえばよかったんですよ、まず、あ、離す、そうそうそう、うん、で、後ろにやっちゃうと、うん、こっちかかっちゃうから、ああ、そうそうそう、で、脇締める、そう、脇締めて、ちょっとこの辺に出しとく、この辺、ああ、肘で潰すんです、ここ、なるほど、太もも、うんうんうん、そうそう、で、下に下げてください、うん、そう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 、そしたら、で、体は、うん、体はなるべく斜めにしてね、そうそうそう、うんうん、
でここセットロックして、うん、そうそうそう、そしたら上がってこれるでしょ、うんうんうん、そしたら今度は違う技に行くしかないっていう、うーん、で今度こっちの十字来るとその気をつけたい、気をつけない、だから正面、正面、正面、はい、そうそうそう、左、うん、小石さんがしたら 左、左か、左に来てください、左左に、そうそうとことことこと、そうそうそう、そしたらそうそうそう、でここでちょっとたまに起き上がって、バーンとパンチを打てば良かったんですよ。はははは。結構細かいですねやっぱり。そうそうそう、駆け引きがあるんで、まあちょっと打撃ほど派手じゃないですけどね。ちょっと一回寝技ちょっとやってみたいですね。いやいや怖いですけどね。すぐタップしますけど、もうちょっとやってみたいな。あ、いいっす。どっちがいいですか、下と上。あと、これ最初どっからどうするんですか。さあ、上か下か。下になるか、上か下でも。じゃあ俺下になる。おお、小石さんが。やる気スイッチが。俺にトライアングルホールドを決めるのか。よし。よし。よし、できましょう。お願いします。よし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 。おお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 かけに行くんですよね。そうです。で下の人だけは防御ですよね。そうです。防御か下から三角とか、うん、下からスイープしたりとか。じゃあちょっとかけていいですか。これスタートが。ああ、この下で。そうです。ここから。はい。行きます。もう足入ってますもんね。よし。失礼します。よし。よし。終わりゃ。うん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 。ダメだ。全くダメだ。21秒です。もった。ああ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いやいや、死ぬ、すごい迫力です。2分持ちましたか。なんとか。なんとかに。いやー、これでも本当、お友達良かったです。そうですね。星さんとお知り合いで良かったです。いやいや、本当に。ということで2ラウンド戦わせていただきました。今までこう2分2ラウンドやってきたんですけど、まあ心の余裕がちょっとあったんですけど、まあ2ラウンド目は見ての通り、あの僕が同級生じゃないだろうっていうようなそういう姿を見せれたので、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。この続きは高瀬さんのチャンネルで、続きはありますから、ぜひ見てください。お願いします。お願いします。チャオ。チャオ。すげえ。そう。ちょっとおまけ映像で今急にカメラもう一回回してます。今日はあのピアノが鳴ってるんですけど、どっから鳴ってるのかと言いますと。
最初流れてたんで音楽かけたのかなと思ったら見たら大きい人が田尾さん何これ何でできるんですか。これはもうあれですよ、ちっちゃい頃にピアノ教室行ってたんですけど、うん、先生の言うこと聞かないドラミファソラシドだけ習って、うん、全部耳コピで、うん、当時その宿題もやんないでスーパーマンのテーマとか聞いてたんですよ、うん、で飽きられて、うん、ほったらかしにされて、うん、何も教わることのまま、うん、その聞いた音楽をピアノで再現するっていうのだけで生きてきたっていう、うん、すげえ怖い絶対音感絶対音感ですよね。人と同じ曲のが弾くのが嫌なんで、うん、例えば同じベートーベンの曲でも自分の曲にするっていう、うん、アレンジして、すげえ、そう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 。でこれなんかどっかで披露したりしたんですか。ありますよ、結婚式とかたまにありますよそういうの。へえ。ピアノ、男性ピアノ弾く人はモテるって言うじゃないですか。だからちょっと習い始めましたとかのレベルじゃないですもんね。今の見てると滑らかさとかこうなんかこうね、ただ弾いてんじゃないですか、こう流れるように全部アレンジです。いやすごいびっくりしました。僕も何も出てこないんですけど。いやね、ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。